ここに成功する水と失敗する水があります。あなたはどちらを飲みたいですか？こんにちは、 PGA ティーチングプロ久米田です。今日はこの成功する水と失敗する水について説明したいと思います。ここに成功する水です。これは失敗する水です。成功する水にすごいねとか頑張ってるね、かっこいいね、かわいいねとか声をかけます。でこっちの水にはネガティブな言葉をかけます。かっこ悪いねとか、ダサいねとか、ちょっと良くないねとか、ダメだねとかってかけます。あなたはこの水をどちらを飲みたいですか？実は我々の体は水分でできています。赤ちゃんの時には 75% で、やがて大人になっていくと、まあ、60%、65% の水になっていくと。実はこの喋っている言葉っていうのは自分が聞いています。でこの喋っている声も自分の心に響く。その時に水に対していい言葉をかけている水、すなわち自分の体はいい言葉で全部が水でできている、そういうような言葉をかけるようにしています。例えばゴルフ、ナイスショット打とうとか、パター入れってイメージします。悪い水にはお前 OB 打てよ、パッド外せよっていうネガティブな言葉をかけます。あなたはどちらをかけたいですか？当然ポジティブな言葉ですよね。これをゴルフに応用して、我々はメンタルのトレーニングをしたり、前向きな心を持ったりしてレッスンをしたりゴルフをしたりしています。今日はここまでです。ではまた。